はい。では、掛け算の方いきます。えー、まずは、類乗2乗を必ずやってからの二人が死、一一が1。で、まあ、書く必要はなくても癖付けでね,ね、ミスをしないように、長い棒で書いて、答えは3です。えー、2番、2番も、二人が死、死にが8、かける死、死16、一一が1。はい。まずは、類乗を処理します。それから、符号を決めて、 約分をしてね答えがマイナス2分の13番です6636マイナスの2乗だからプラスですねでサザンが911が1です、えー、3 6る9分の1ですから9で割って19で割って4、えー、ということで答えは4というふうになります4番サザンが9に人が4二 マイナスの2乗ですから符号はプラス四四十六サザンが99分の4かける16分の9で約分して99なくなって4で割って14で割って4ということで答えは4分の1になります5番です、えー、5番のやつなんですけれども、えー、マイナスの2乗ですからプラスサザンが911が1かけるの えこちらは3乗ですからマイナスつけておきましょう。2人が4二が八分の一ですね。ってことはマイナス9波72分の1。最後です。えー、最後は0.8の2乗なんですけど0.8の2乗の時ですね、1回分数に直してからやった方がやりやすいんじゃないかなと思います。えー、すると、525、4 4 1 6 ×かける。 マイナスですね3乗だからね2人がし4 2が8分の1と、えー、そうするとマイナス25分の1 6る8分の1で約分します8で割って18で割って2ということで、えー、最終的な答えはマイナス25分の2でしたもし小数のままで解いた人はマイナス0.08になります